はい、今日はダブルプレーについて話そうかなと思います。ダブルプレーこんな感じの走法です。まあ、結構出音も派手で人気な走法なんですけど、結構難しくて、例えば1弦ダブルプレーします。で、この時のコツなんですけど、指をこうやって2回曲げないことじゃなくて、これまっすぐにして、これ例えば弦だとして、真上に上げれば、ブルッ、ブルッってなるんですよ。例えば、こういう風にして。こんな感じのイメージです。で、練習としては、3弦の3フレットと、4弦の3フレット。5弦の3フレット。これで練習してみてください。よくいらっしゃるのは、1弦だけ、やったらダブルプルできるんですよねって人。こういう人は大体、ここの視点が一緒のまま、各弦打ってる人が多くて、3弦、1弦セット。で、4弦セットの時は、腕ごと動かしてください。で、5弦の時も。で、各弦に対する視点をしっかり変えて、弦に対してこういう握り込む動きではなくて、真上に上げる。こんな感じで頑張ってみてください。